はい、それでは今日も楽しく Vlog を始めていきたいなと思います。今日もですね、僕が一人になってまして、本来なら嫁が家にいてるので嫁も一緒に行こうって言ったんですが、いいやって言われたんで一人で来てます。ということで今から難波の方に買い物に行くんですが、またお前難波かいう話だと思うんですけども、はい、難波に行きたいなと思います。今日こそはレトロ X を買いましょう。そして、ダウンジャケットももし売ってたら買いましょう。まあ、ただダウンジャケットはね、なんか微妙なんですよね。売ってそうで売ってないっぽいし、だけどもう秋も冬も出だしてるんでね、前来た時はあれでしたけど、もう今は出てるっていうことで、行きたいなと思うんですが、まあ、本番のこと言うと今日は買い物するために来たわけじゃなくて、まあ、一応買い物もするんですけど、まあ、まあちょっと企業さんとまた打ち合わせがあって、しかもまた別の企業さんとの打ち合わせがあるので、それのために来ました。でついでに来たから買い物でもしようということになってますので、まあ、そんな感じで、買い物に行きたいなと思います。行きます。 あとですね、よく聞かれるんですけど、これ横に今サーフボード乗ってるんですが、このサーフボードはですね、どこのブランドですかってよく聞かれますけど もうこれ僕1年ぐらい今乗ってないので、まあ、サーフボードを語る資格はないんですが、一応リックっていうカリフォルニア、アメリカのカリフォルニアのブランドの板みたいなんですけど、また近々サーフィン行くんで、その時に紹介しようか、まあ、動画撮るかわからないんですけど、まあ、一応こんな感じにはなってますね。で一応企業さんとの打ち合わせが2時からなんで、今1時半ギリ間に合う。よし行こう。いや、無事到着しました。なんかもうといつもの止める場所止められへんかって、結局だいぶ離れたところ止めたんで、ギリギリなりってます。今がもう15分前なんで、もう先に行きたいなと思います。でその後レトロ X を迎えに行って、あとダウンチャーも迎えに行きたいなと思うので、先にちょっと企業さんの方に行きたいなと思います。企業さんというかメーカーさんというか。今日はですね、今からちょっとカメラも撮らなあかんので、これ一応持ってきたんですけど、なんかこうやって歩いてるとなんか中国人というか外人みたいな感じはしますが、まあ気にせず行きたいなと思います。いや、皆さんには申し訳ないんですけども、毎回毎回来るたびに堀江の映像ばっかりお送りして申し訳ないですが、まあ用事なんで仕方ないなというところと、もうちょっとしたら着きそうですね。1時56分、4分前ギリギリ、まあ、これは多分いつかお話できると思うので、いつかはこの今日は何しに来ましたっていうのは言うと思うんですけど、今日はまだ多分言ったらあかんのかな、言っていいんかな、ちょっとわからないんですけど、僕的には全然言っていいんですけど、向こう側さん的には言わん方がいいんやったら言わないけど、多分10月ぐらいになったらお披露目というか発表すると思うので、まあ遅かれ早かれ報告はすると思うんですけど、ちょっとそこに行きたいなと思います。はい、それではですね、行ってきました。具体的に何をするとかは言えないんですけど、一応どこのブランドかっていうとですね、スローっていう革のブランドがあると思うんですけど、あれ、なんか画面曇ってるか、そのですね、革のブランドと、もう1社と3社でコラボして、何かしますので、多分発表は来月10月に発表すると思うので、また楽しみにしておいてください。なんかスローの責任者の人にも、うちの革使ってくれてるんですね、ありがとうございますって言われて、なんか動画で適当なこと言ってたらいつも見られてるんだよなと思って、ちゃんとしやなあかんなって思った今日この頃でございますが、まあ、雨は降ってるんですけども、今からレトロ X を借りに行きたいなと思います。多分雨降ってるから、まあ、そんなに人もおらんやろうし、まあ、おったとしても、レトロ X さえ残ってればいいので行きたいなと思います。ちなみに気になるのが、あそこいつも女子多いんですよね。早速女子おるけど、これなんか匂いのところらしくて、嫁もなんか気になってるって言ってたんで、また行ってみたいな。閉まってんのかということで、 あとスローの店員さんにレザーの手入れの仕方もきっちり教えてもらったんで、またセカンドチャンネルぐらいでレザーの手入れの仕方をアップしたいなと思います。綺麗なお姉さんいてません。ここなんか毎週来てるな。今日はまだ気分のいい人としか会ってないから、今から、スローでも気分のいい人と会えますように、ちょっと機嫌の悪い人はちょっと嫌なので、機嫌のいい人と会えますようにお願いします。
なんかこの映像を皆さんにいつも見てもらったら、堀江のとこガラガラじゃないですか、いつもこんな感じで。だからなんか堀江ってなんか田舎なんかなって思われたら申し訳ないんですけど、ほんまは土日はめちゃくちゃ人おるんですけど、まあ平日の昼前から人おらんでしょう。ではスロー行ってきます。それではですね、無事レトレックス買ってきました。これはまたあの後日レビューすると思うので楽しみにしておいてください。あの意外と定番の色は買いませんでした。今年の新色かなを購入して、ほんまは欲しい新色があったんですけど、実際着てみたら似合わんかったんで違う方の新色を購入しました。今からちょっとダウンを見に行きたいなと思います。あ、でですね、今日行ってきたスローの店員さんはですね、めちゃくちゃいい人やったんで、その店員さんのおかげでこの新色を買いました。あ、見えてるな、前か。だから今日はちょっと運がいいのかもしれません。いい人にしかまだ巡り合ってない。でもずっと雨は降ってる、そして雷も鳴ってる。はい、それではいろいろ回ってきました。いろいろ回ってきて疲れたんですけども、もう多分20件ぐらい回って、ダウンはありますかって聞きまくったら、ダウンはないですって言われて、唯一どっかのセレクトショップがなんかカナダグース去年のやつは置いてたんですけど、また今年のやつとか置いてなかったんで、まあこれからちょっとずつ出ていきますっていうことで、ジャーナルスタンダードの店員さんが面白い店員さんおって、やたらと僕の服見て、あ、なんかアウトドアお好きなんですねって言われて、あ、はい好きですって言ったら、あのじゃあアウトドアでいいのありますよって言われて、ことごとく出してくれてるやつが全部持ってるやつっていう。ほんで、あ、それ全部持ってますわって言ったら、あ、そうなんですねって言って黙ってレジの方逃げていかれたんで出てきました。で今からは、帰りたいなと思うんですけど、手ぶらでは帰れないので、嫁に向けてなんかデザート、途中でシフォンケーキあったと思うので、それを買って、帰りたいなと思います。ではちょっと疲れたんで、もう夕方ですね、帰りましょう。夕日が入ってきてますわ。いいのあるけどさ、見る？宇治抹茶のシフォンケーキ。どうする？食べる。寝る？食べる。なんて？食べる。うん、はい、どうぞ。あんな、もう一個な。これもあるね。生チョコ。生チョコ？これは今、冷蔵してきて、あのいつものナンバシーン。はいはいはい。食べよう。寝るんちゃうの？